こんばんは。どうも、こんばんは。はい、今日はですね、お仕事してきまして、はい、とある場所にロケに行ってきたので、放送をお楽しみに。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、またお知らせします。でですね、あれ総会何1週間ぐらいだったのか、1週間ちょいか。早いもので総会があってからもうね1週間ちょい経ってしまったということで、なんとも時の流れが、おはようございますが、そう、昨日か、昨日のね、グッズが総会で、販売した、T シャツ、この T シャツ黒と、白と、あとトートバッグと、ポーチに、加えまして、追加でアクリルスタンドを追加で受注生産で、販売を開始するということでですね、はい、そんな感じのものが、昨日より始まりました。はい、これがね、黒ですね。ちょっとね、こうなんかシールをね貼っ付けたみたいな感じのデザインで、白は総会の一部の衣装で、僕がちょっとこうチクチクしてリメイクして作ったものを着てたんですけど、黒もあと2部のお見送りの時には着てたんですけど、ちゃんと多分、ね、写真でもご覧いただいてなかったと思うので。ちなみにこれが L？ 黒は L だったっけな、着てたの M か、 M ですね。はい、 M を着ております。今は M を着ております。はい、で、はい、T シャツは買っていただいた方はこれがついてきますね。このチェキ風のものがついてきます。文字とイラストも書きまして、はい、こちらついてきますね。はい、これ T シャツの、白と黒で、これそれぞれついてくるのでよろしくお願いします。はい、髪ね、そう、髪がこの時はねまだ長かったので、髪長い美女の時の、はい、よろしくお願いします。ということでですね、続いてはですよ、トートバッグですね。そう、トートバッグをね、今回は、結構、僕が普通に使いたいやつを
グッズで作ったというか、はい、やっぱ現場とかその、まあ、スタジオとかでもそうだったりするし、まあ、ロケの時とかなんかは特に、まあ、普通の、あのバッグだと、まあ、なかなかねあのいろいろこう入れたりするのに、まあ、不便だったりすることもあるので、私利私欲のグッズたちです。はい、こんな感じですね。あ、これはついてないですか。この裾あたりはついてないので、はい、これは僕は勝手につけてるだけなので、はい、ちょっとこれは無視していただいて、これはついてきません。裾あたりはついてきません。あのこっちはついてきますよ。ピロピロのバゲージタグっぽいものがついたのがついて、これね、なんか破れそうで心配っていう声をねすごいあのいただいてるんです。これ、ね、意外と丈夫でしてね、これ全然こうやってもあの大丈夫なので、全然あのなんともないので、でこれあえてあのシワがつくような感じの素材にしてあるので、まあ、あのガシガシ使っていただいて、まあ、いわゆるその経年劣化をこう楽しんでいただけたらなというような具合で、はい、あえてちょっとこういう感じに遊びがある感じにしてますね。はい、で後ろは、これここにあの刺繍がこれ入ってるので、はい、後ろもちゃんと、楽しんでもらえるような感じになってます。そう、値段ね、 T シャツは各3,900円、各税込み、トートが、3,200円、各税込みです。でね、これ中もね、ここちょっとなんかいろいろ入ってるからあれなんだけど、まあここにタグがついてまして、まあここにも、はい、ポケットがありまして、でまあ中もこういうあの汚れがつきにくい感じの、まあついてもすぐ拭けるような感じのビニールの感じになってます。で横にペットボトルが入るポケットと、はい、マチもね割とねこれぐらいあるんで、結構ここの容量はあります。でちなみにあの僕が現場に持ってくように作ったバッグなので、台本サイズですね、台本は余裕で入るサイズになってます。はい、そうですね。うちいらくんのポスターは、はい、あのちぎらくんのポスターも、そこに入るようなやつになってます。ちぎらくん、はい、はい、ということでトートバッグはこんな感じになってます。で、グッズイングッズ、グッズの中からグッズ、ポーチですね。はい、ポーチです。これが、はい、まあ、見ての通りポーチなんですけど、まあ、黒地に、黒でこういうあの僕が描いたこの何ていうの、入国スタンプ
ぽいデザインのものがされてるのと、裏が、そう、裏が、これあのトトの、裏面とおそろの刺繍がされてますね。はいはい、なのでトートの中からこれを出していただければいい感じの、いい感じです。はい、で一応ここに2個あのジャックがあって、ちょっとまあこっちはあの薬が入ってるのであんまりですけど、あのメッシュのこれ何ポケットみたいなのが2個ついてて、でこっちはあの ここまでこうぐるっとぐるっとバカッとこう合う開くサイズで、こっちはそう、こっちはあの結構ねあの割と化粧品とか入れるのにいい感じのサイズになってます。はい、全然これとこれとあと普通にコンシーラーとかも入るサイズですね。全然ファンデとリップとマキシマイザーのこのサイズも入るし、割とね見た目以上に入ります。うん、全然入ります。と見た目以上に入ってくれるので、はい、そんな感じのが、総会で、販売してたグッズで、今回からのが、今回からのっていうか今回ので初総会で売ってなかったけどみたいなので、このアクスタですね、ちょっと今取れちゃってますけど、はい、アクスタ、あのグッズの T シャツ着てるアクスタですね。これがですね、こんな感じなんですけど、まあ、台座もあの T シャツのデザインとおそろで、これはですね裏もあるんですよ。これ画期的、裏面もねあるっていう、くるっとすると裏で、だからまあ基本的にそのアクスタとかまあ写真とかね撮るとき、まあこれでこう撮るわけじゃないですか。でもこう裏ね、あの背面でこうちょっとなんか撮ったりもねできるっていう、はい、なんかそういう画期的なアクリルスタンドになっております。こちら裏表あります。はい、で今これが白で、黒もね、黒のもありまして、はい、黒は立ちです。はい、立ってる、あ、今この着てる T シャツと一緒ですけど、はい、黒もあります。黒ももちろん裏がございます。裏アクス、いやこれさ僕初めて今日ねこの現物を見たんですよ。あの裏があるのこれね、いいですよ。これ普通にこれ出してほしいなって思いました。そう、うん、なんかいいよね、欲しいもんこれ推しで欲しいなって思いますもん。これもっと浸透してほしいなって思いました。裏いいっすよマジで。はい、こんな感じです。こんな感じのア
ックスタが1700円ですね。1700円です。はい、これは会場で販売してない受注販売限定のグッズになりますので、はい、ぜひ裏あるのいいですよ、これマジで本当に素晴らしい。そんな感じのグッズたちでした。はい、インフォメーションですね。受注受付期間は、昨日の昼の12時から、2月の12日日曜日23時59分まで、だから6日間ですね、期間6日間。お早めに、はい、こういうのね、あの僕あのファンクラブの配信とかでも、あの総会のチケットの受付の時もファンクラブの配信でも毎回毎回言ってますけど、こういうのもうオタク本当に後回しにするとすぐ忘れるから、欲しいと思った方はぜひお早めに、はい、僕も後回しにしがちな人なので、大体いつもこう忘れがちなのでね、はい、皆さんお早めにどうぞ、よろしければどうぞ。ということで、お届け目安が、2023年3月の下旬から順次発送ということで、はい、来月のね下旬ぐらいから1ヶ月少々お待ちいただければ、はい、詳しいことはあの僕のインスタのあそこ何だっけ、アーカイブのところにあるので、ぜひそこを見てください。 URL もあるので、はい、ちょっとリコさんと畑さんは僕のインスタライブのコメント欄で会話をしないでください。はい、ということで終わりますよ、もうあの会話はちょっと個人的にやっていただいて、ではちょっとねもうあの遅いので、もう23時になるので、はい、僕はもう帰って寝ます。ということでありがとうございました。まあ今日はあのお知らせでしたけど、また気が向いたらやります。ではおやすみなさい、バイバイ。